うつ主の京葉線ゆっくり沿線民です。今回は伊豆伊田に山鳥防浄車機を実況していくんですが、今回から字幕を一時的に外してみました。好評であればこのまま続けるかもです。それでは伊豆伊田に山鳥防浄車機始まります。ゆっくりしていってね。はい、2018年2月3日現在時刻は7時31分です。今回は映像がまともにないので西船橋駅からのスタートです。これに乗って南浦和に行き、これに乗って大宮まで行きました。はい、今回乗るのはタイトルでネタバレしていますが、快速伊豆伊田に山鳥号熱海行きです。この列車は485系山鳥6両編成で運転されています。まあこの時のうつ主はまともに動画を撮っていないんですがね。はい、入線してきました。これに乗って終点の熱海まで行きます。車両は485系山鳥で運行されています。この車両には子供が自分たちの世界を作り出すヘキッズルームやリゾート山鳥限定のスタンプなどが置かれています。それでは乗車します。そういえばこの車両のドアの窓って丸窓なんですね。知りませんでした。あとこの車両デッキが通常の特急車両より広い気がします。右下の映像は暴走特急 E257 系500番台の映像です。リゾート山鳥号の座席は3列シートでグリーン車みたいな感じです。はい、列車は大宮駅を発車したんですけれども、この下にある白い乗ってる木ですかねと思って過去の写真を見直してみたら、撮影日の約2週間前の1月22日に浦安市内で雪が降った写真があったので、やはりこの白いのは雪ですかね。ちなみにこの伊豆伊田に山鳥号の停車駅ですが、大宮を出ると横浜、小田原、湯河原、終点熱海の順に停車します。ちなみに大宮より手前の高崎線内の停車駅は以下の通りです。ちなみにこの列車は与野駅付近から鶴見駅付近までの間は武蔵野線を走ります。武蔵野線といってもどこぞのオレンジした方じゃなくて、基本的に青と赤で埋め尽くされてるんですがね。車内紹介です。テーブルの留め具を外すとテーブルが出てきます。当たり前ですね。ちなみにフットレストや枕もついています。こんな豪華な設備で520円なんだから安いものですね。はい、車窓動画になったところで視聴者の皆様にお知らせです。いくつかお知らせはあるのですが、一つずつ言います。まず、今までの僕のチャンネルでは、この少し画質が悪めのカメラでお送りしてきましたが、最近、というよりだいぶ前ですね、新しいカメラを購入しましたので、試してきました。その度の実況は、早ければ再来週頃に投稿をしたいと考えています。なので、次の鉄道実況は、大回り乗車第7回、千葉一周大回り編になるかもです。この動画の次回予告の情報が正しいので、次回が気になる方は一旦次回予告の方に飛んでください。そして次です。実はこの日、初投稿動画の投稿よりも前で、実況に出すなんて考えてもいなかったので、あまり映像を撮っていません。あと、画面がかなりブレます。正直今更な気がしますが、まあ伝えないよりはいいかなと思います。以上で、報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい。鶴見駅付近で、運転調整のため停車しました。まあ、貨物船から入るときは必ず通る道なのでいいですが。目の前には神津始発の上の東京ライン宇都宮行きが来ましたね。はい。横浜駅到着直前で、赤く会社こと京急と並走バトルが始まりました。バトル相手は青都始発のぶっ飛び快速京急久里浜行き。一方こちらは臨時快速伊豆伊田に山鳥号熱海行きです。果たしてどちらが勝利を収めることができるのか、山鳥は国鉄の意地を見せることができるのか、京急は自分たちの地位を守ることができるのか。おっと京急が抜かしていく。はい、横浜駅に着いてしまったので終わります。千葉崎ウィンクです。朝の労働を終えニートになった215系と、休憩中の205系500番台が止まってました。しかし、この日が土曜だったことに後から気づいたうつ主でした。千葉崎駅です。ここでは、相模線に乗り換えられます。そして、大回りで東海道線に乗ってきた場合は、ここで強制的にアウトはアウトされ、そして相模線に、されます。はっやかっぱ、むかしー。終結の、ゆったわ。お分かりいただけただろうか。湯河原が終点と言っていることに。つまりそれはどういうことか。こういうことである。
大宮からかれこれ2時間半。終点の熱海に到着しました。謎の回送列車が通過していきました。この後、これに乗って、大船まで行きました。ちなみに、熱海から乗車する映像も、大船で下車する映像もないので、いきなり暗いアウェイします。それでは大船までカット。はい。大船駅に到着しました。次に乗る列車は、まあ今現在映っているやつなんですけども。2018年からのダイヤ改正で除名され、前日にトレイン事件として挙げた、快速電車エアポート成田号です。この日は、ちょうどそのエアポート成田の大船や東京間を取りに来ました。はい、来ました。エアポート成田号です。これに乗って、東京まで行きます。エアポート成田の放送については、過去に投稿したトレイン事件動画をご覧ください。ということで東京到着。これに乗って、新浦安に帰りました。今回の動画はこれで終わります。この後、次回予告があります。本編はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。次回予告です。ポンコツカメラを使い回してた僕が、ついに新カメラを試すべき旅に出る。粉ウイルスが脅威を振るっていたため、千葉県内完結の旅に行くことに、マスクを装備し、カメラを装備し、精神を装備し、約半日をかけて千葉県内を一周する。ただひたすら広がる緑の大地、新たな出会い、レア列車、阿鼻市の運がすごいのか、旅の数だけ、出会いがある。次回、今日は渡らず橋を渡れ、お楽しみに。